どうしてもやっておやなきゃならないって何があるだろう。何もかもさては置いてしたいことあるかい。友達と仲つるんで仲良しって誓い交わして、自由ことしちゃダメだって、なんじゃそれ。怠ければすぐに癖になる、甘い顔すれば調子乗る、手をつなぎゴールなんてしないわ。やったんなことを急がば回れと誰かが言ったけど、もうさ、いたコースで行くことにしたわ。もうもうもうと僕にキラリと光る星が見えるの。することははっきりわかっているから、怖くない。どうしても納得できない、不条理な社会の中、善人を説得してく意味なんてあるかい。悪いのは全部人のせい、悪いのは全部時のせい、悪いのは全部運のせい、なんじゃそれ。鍛えてもすぐにできないが、いつの日かそれができるから、傷つける努力で報われる。難しいけど意味があるんだよ。ウォーウォーウォー、近くの景色もしっかり見れないなら、どんな場所いたってわらもつかめない。栄光はそこだ。いたコースで行くことにしたわ。ボンボンボンと僕にキラリと光る星が見えるの。することははっきりわかる。